プレブルはアメリカ海軍の駆逐艦。ベインブリッジ旧駆逐艦の12番艦。艦名はエドワード・プレブル大将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。プレブルは1899年4月21日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で、寄港、1901年3月2日にエセル・プレブルによって浸水し、 1903年12月14日に艦長 T.C. フェントン大尉の指揮下収益した。プレブルは太平洋艦隊に配属され、1908年までワシントン州からパナマ運河地帯の西海岸において大尿及び第四水雷小艦隊と共に作戦活動を行い、8月24日から11月まではハワイ及びサモアへの巡航を行った。 帰還すると、西海岸での作戦活動を再開し、1909年2月4日に、メアアイランド海軍造船所で不活性化が行われた。2月23日から9月17日まで、予備役として保管された後、最終駅市太平洋水雷小艦隊に配属され、1913年まで作戦活動に従事した。1913年6月19日に、 再び予備役となり、1914年4月23日まで、艦隊と共にメアアイランドで保管された。その後も、水雷訓練、砲術演習及び総会活動は続けられ、1915年の夏には補給路の情報収集のため、アラスカ水域への巡航に参加した。1916年10月25日から1917年4月3日まで、 予備役として保管された後、4月30日にサンディエゴを出港し東海岸へ向かった。プレブルは7月13日にバージニア州ノーフォークに到着し、第一次世界大戦が終了するまで中部、大西洋の沿岸で輸送船団護衛任務に従事した。1919年7月11日にニューヨークで退役し、9月15日に除籍 1920年1月3日にフィラデルフィアのスクラップ業者ジョセフジー・ヒトナーに売却された。ありがとうございます。